い、皆さんこんにちは、こんばんは、ふうです。本日は、購入品を紹介します。ダイソーと、あとマスケを買いました。で、今日ちょっと息子の、体操の大会で東京に行っていて、で、駐車券の関係とかで買い物をしてて、まあ、食品と、まあ、東京で買わなくてもいいかなとも思ったんですけど、まあ、生産がてら、食品関係と、あと1個だけセリアさんでこのネイルシール買いました。ちょっと金魚モチーフが欲しかったのでこちらを買いました。あとはまあご褒美に子供たちが1個ずつなんかおもちゃ買ってました。なんか、ま、満足してくれたんでよかったです。そしてこれから紹介するものは金曜日と土曜日に買いました。まずダイソーです。こちらダブルペンケース、こちらを買いました。こちらはちょっと DIY で使う予定です。でスイーツでこのパーツ、チョコチップとフルーツミックスとパールビーズですね。そしてパステルの基本色、今まで発光色とか蛍光色のしか持ってなかったんですけど、これもちょっとラストイチだったんで買ってきました。そして消しゴム、これ子供用のです。そしてマスキングの丸シール、水彩とアニマル2つ買いました。そう、これね、多分1つ買ったつもりが2つ買っちゃってたんですけど、まあいいやと思ってそのまま購入してきました。で最後がマスキングテープ、1つがこちらの柄と、あとアジサイとひまわりのやつですね。これは追加で買いました。で次が口組を買った時にマスキングテープが 30% オフだったので買ってきました。もうちょっと買いたかったんですけど、ちょっと予算オーバーなのでこれだけ買いました。とこちら逆かと、こちらとこちら、こちらですね。はい、こんな感じで買ってきました。ということで今回購入品紹介でした。最後までご視聴していただきありがとうございました。